ヒデさんもありますか、メール。メールありますよ、いきましょうか、はい、トゥーパンプスさんから来ております。テーマ解禁。サラリーマン時代は仕事の関係で食べてはいけないものがありました。え、海鮮の生ものを食べてお腹を壊してしまうと、会社の中に入れなかったからです。あ、生ものがダメ。ダメ。退職して先週で10年ぶりに海鮮の生ものを解禁しました。そんな食べなかったの、すごくないですか。そうですね。あ、お仕事上、仕事上やっぱりなんか体壊しちゃいけないってあるのか、かなり厳しいところがあるんですね。でも生ものお好きなんでしょうね。10年ぶりに食べたら違う反応が起きそうだけどな。またちょっと、もともと生ものが大好きだったので頭の中が真っ白になるくらい幸せな気持ちになりました。これ10年ぶりの海鮮はしびれるね。そうですね。10年食べてないものってあるかな。ないよね。ヒデさんあります？こう我慢してやっと食べれたものとか。俺我慢しないの。あ、もう好きなものは好きなだけ。そうだね、あの我慢したりとか、例えばこれ食べたら太るんじゃないかって思うと太るから、そう、ね、これ食べたら痩せちゃうと思って。全部ゼロカロリー。あの考え方なのよ、考え方。でも太ると思う、いけないと思うからいけない。お酒も酔っちゃうって思うからいけないの、はい、目が覚めると思うと思う。もう洗脳させるんです ね、 あれね、気持ちなんだよ ね、 あれね。お酒飲んだら酔っていいだろうじゃないのよ。じゃない、お酒飲んだらピリッとしようと思う。逆を考えるね。そうなんですね。そうそう、もう考え方一つで。そう、ラーメンのやっぱりこってりしたやつなんか食べるとさ、ちょっとさ、はいはい、これ明日もたれんじゃないかなと思うと思いますよ。これも胃薬だと思ってる。ラーメン胃薬ですか。ラーメンは胃薬だと思って食べるじゃん、はい、朝もたれてんだよ。もたれちゃってるじゃないですか、ヒデさん。体が正直、体が正直なんだよ、うん、はい、もう一つ、はい、もう一ついきますか、うん。